坊さん、いよいよ明日ですね堀エモ門楽しみだな今回はンにしましょうか凛堀のり <laughs>、まああのー。まああの堀エモ門の凛とは関係ないんですけど関係ないっていうか関係あるか関係あるようにするかまあリ利益の凛とも言えるしあのー 結構その取り上げられる人ニュースで取り上げられる人って例えばまあ最近だとそのね4600万その誤送金これ堀江さんも動画撮ってましたけどね <laughs> あれって誤送金が10円だったら取り上げられると思います誤送金10円ですっていうあれ多分取り上げられたまあ最大の理由って4600万円っていう大きなお金が動いたっていうところだと思うんですよ 10円誤送金しましたっていうのがニュースして、まあこれだけなんかね、取り上げられることはないんじゃないかなと。10円です。もしくは1円でもいいでしょうね。まあ何が言いたいかっていうと、まあ会社もそうなんですけど、会社も大きい利益を上げると取り上げられるし、じゃあ、あの、10円の利益が出ましたっていう、なんかニュースにならないじゃないですか。ソフトバンク5兆円の利益でとかね。 あのこの前の決算発表はねあのなんか逆に言うとあのすげえ赤字になりましたっていうねだからその振れ幅がねすげえ赤字なのかすげえ利益出たのかっていうなんかそのちょっとなやつは取り上げられないですよねうんでもあの実際の過半数まあ例えば中小企業であるならば、まあ、大体の一定の売り上げっていうのは その何兆円とかないですよね、うん、だからまあ 80%90% はその取り上げられるものではなく全体像はその取り上げられてないところで本当に一部だけが取り上げられるみたいな構造なんですよねでも僕たちはその取り上げられないこのここで生きてるっていうところがあってまあ YouTube に関してもいろんな発信者がい,いるんだけどもやっぱ取り上げられるのはやっぱ有名な人。 なんですよね、うん、でなここで何が言いたいのかっていうと、まあ、僕とか久保さんのやり取りってもうこのこ,ここでもないんですよねもうまあほとんどの人が知らないっていう僕いつも思うんですけど僕とか久保さんのこの再生数で見てる人ってかなりプレ逆にプレミアなんじゃないかなと思うんですよね <laughs> なんか取り上げられないじゃないですか 多分久保さんと僕がバズるってことはないだろうしあの、まあ、続けてはいますけどもうんなんかこじんまりやってるじゃないですかうんた逆にそのこ,ここにここに見に来る人もいるっていう事実もあればなんだ日の目を浴びないっていう事実もあるしでも僕はその その少数派でずっとビジネスをしててなんかその多く大きくは取り上げられることはないけどもなんか自由に生きてるっていうなんかこの矛盾というか余盾というかうんまあ僕,僕のドリア化の売りでもあるんですけどねあの少ない数でもしっかり売り上げ上げて自由を手に入れるっていうそうなので僕はいろいろ見ていく中でうーん なんかまあ確かに目立つってことも大事なんですけどその目立つっていうことは何だろうなその大衆に目立つ多くの人に目立つっていう目立ち方もあるんだけどもたった一人に目立つっていうね方法もあるんですよたった一人に目立つっていうねでも逆に言うとたった一人に目立てばそのたった一人から 尊敬されたりとかたった一人から商品買ってもらったりとかそれが何十人いれば、まあ、ビジネスは成り立つってとこあってうんただその潰れない高架下の居酒屋みたいなね潰れない高架下のラーメン屋とかねなんか僕はそれをイメージしてるんですけど、うんまあ、勝間和代さんもねあのー、あの発信のスタイルで なんかねコメントも多分ファンの人いるんでしょうね、うん、多分勝間、まあ、和代さんがバズることも多分ねおそらく100万人いかねえんじゃねえかなと思うんですよねあのスタイルではうんだけど一定のファンがいるっていうねうんそうだからなんだろうなまあ自分がどこの位置にいたいのかっていう が大事かなと思います、ね、うん上を見ることも大事かもしれないですけど中間でも生きていくみたいなね、まあ、下じゃな,なんか下も上もじゃなくて中間で生きていくみたいなね <laughs> 中間層で生きていくっていうかでもほとんどの人は中間で生きてると思うんですけどねなんかその勝者 めちゃめちゃ売り上げを上げまくってる商社に働いてる人ってごく一部だろうしほとんどの人が中小企業だと思いますし中間で生きてると思うんでその中間の中でも自由に生きていくっていうねこの何かなんか成功ってなんかお金持ちみたいなまあ昔僕はお金持ちになりたいなと思ってましたけど逆にそのお金持ちになりたいんだったら本当に日本はあんま向いてないんじゃないかなっていうね やっぱ税金がありますからねほんやっぱ本当にお金持ちになりたいんだったらねお金が残る例えば1億売り上げ上げたら、まあ、5,000万ぐらい取られるとするじゃないですか日本だとでつまり、まあ、ドバイとか行ったら1億行ったら、まあ、税金ないわけですから、まあ、その5,000万とあの税金で納めないといけない部分が残るわけじゃないですかじゃあ5,000万貯金してもいいわけですよね だからなんだろうなまあお金持ちお金が残りますよねお金を持ちになるんだったら税金がないところで行った方がいいだろうしなんかね僕はお金持ち目指してましたけどお金がなくても自由になれるんだなっていう別にそのなんか何十億円持ってますとかね何百億円売上が上がってますっていう そうそれがな,くなかったとしてもまあ、自由は得られるんだなっていうのはすごくなんか感じましたけどね。うん、自分の許容範囲ですよね自分がまあ自,由を自,由で自由に生活していくためのどれぐらいの経費が必要なのかっていうのは人それぞれ違うと思うんですけど自分のまあ固定費ある程度決めてこ,れこの許容範囲の中で であるならば幸せも感じれるし自由であるっていうところでうーんそこを決めちゃうと結構楽かなっていうだそこを成し遂げるそのスキームまあ、稼ぐスキームというか稼げることをやればいいだけなんで例えば月間で1億円の経費自,自分が自由であるために月間1億円の経費が必要ですとそしたらうめっちゃ稼がないといけないしね毎月うん なんかその人間には欲があるんだけどもその欲に素直すぎるとその欲を満たすためにまた大変な思いをしないといけないっていうのがあるのでこのバランス感覚って大だから利益と利益と自分の固定費の自分が自由であるっていう自分が自由であるための固定費と利益のこのバランス感覚というか。 うん、なんかすごくそれを感じますね、うん、だ逆にそのなんか大企業になればなるほど世間の目もあるだろうしね、うん、なんか例えば上場したらね上場株式上場したら株主さんの目もあるだろうしって話して、うん、だからなんか お金持ちになればなるほど縛られるというか他人の目を気にしないといけないっていうな,なんかこの矛盾感というかね、うん、なんかそういうのあるんじゃないかなと思いますねいろいろこう見てきて、うん、まあ人それぞれまあ,あそれは自由なんであれなんですけど、まあ、僕はまあいろいろ見てきていろいろやってきて今のポジショニングが一番いいなと思いますけどね、うん、そうなんか 発信も自由にできるし発信が自由にできる理由はそういうことがあんま気にしてないっていうところもあるし、うんまあ、気にするところがあるとそれならば自分の自由であるための固定費だけはしっかり稼いでいくっていうところでそこぐらいですから、うん、んか楽ですね、うん、なんかその毎月の売り上げのプレッシャーもないしねその毎月の売り上げのプレッシャーって何かっていうと 会社で言うならば、毎回毎回売上目標が上がるので、前期はこれぐらい売上が上がったから、今期はじゃあ1.5倍とかね。なんかその、会社の売上って多分、去年と一緒のままでいいよっていう会社の売上目標ってあんまないと思うんですよ、どこの会社も。現状維持でいいですよっていう目標設定するところってあんまなくないですか。だから、キリがないですよね。売上更新したらまた更新、また更新、また更新みたいな、キリがなくて。 どこまで更新しないといけないんだみたいな。僕、僕の目標って現状維持目標なんで、今は。現状維持っていうね。うん、もちろん、あったことに越したことはないんだけど、あったらあったで税金もかかるし、ってとこで。うん。なんか、現状維持が一番いいんじゃないかな、ってとこですね。現状維持。現状維持できるように、だから現状維持ができるように、常に現状を動画撮るとかね。よくわかんないですけどね。 Gracias.